先週章は、作者不詳の仏教説は衆で、採業に固くされている。抜群に、樹影2年さぬ国全通寺において作られたとあり、江戸時代まで採業の自作と信じられたが、後人の家宅であることは研究の進展によって、明白になった。旧館、鎌倉時代後期、幸福寺関係の僧が制作に関わったという説がある。 家宅とはいえ、漂白の家人としての再行像を形成するのに貢献した。おとぎ像師、洋曲の素材となったり、室町時代のレンガ誌の心高しや、江戸時代の徘徊の松尾芭蕉、右月物語などの上田明成らの創作に影響を与えた。成立年時には諸説があり、13世紀中央、県庁2年56少なくとも公安10年頃までに成立した。 旧館からなり、神仏の霊言譚、寺院の演技譚、構想譚、王城譚、発心屯生端など121話を載せる。あたかも西行が語り手として、自らの諸国暗夜の途中見聞を記したかのような、体裁を取り、西行が第一人称で名乗り出る場面もある。理想的な遁聖者の生活を、感想、批評を交えて描き、無情感が濃厚である。原品、 象柄構想にとどまらず、貴族、武士、遊女ら上下の階層から出た屯生者が登場し、鎌倉時代における屯生思想の需要を今日に伝える。啓発を受けた官境ともとともに、忍者文学として重要な作品であるが、展開される話の信憑性自体は低く、大半は何らかの伝承を手がかりに存分に脚色を加えたもので、とりわけ年代作語では、 歴史知識の欠如が甚だしく顕著である。ありがとうございます。